俺ね、毎回そうだけど、毎回そうなんだけど、そのトランクにバイクしまってんだけどさ、バイクトランクから出す時でさえ、タイヤ蹴っ飛ばすんだよ、俺。あとブレーキの確認。バイクから、例えば、今でもその100均行ったり、コンビニ行ったりとかしてもそう。うん。何かやられてるの怖いから正直やられてるからさ。で、やられる可能性っていうのがあるのが分かってるじゃん。だから、タイヤ蹴っ飛ばすんだよ、まずは。タイヤがパンクしてんのかしてないのか。分かりやすいから。で、ブレーキを握るんだよ。ブレーキ切れてりゃさ、ワイヤー切れてれば、緩くなるでしょ？だから分かるじゃん、なんとなく感覚的に。ギュッと思いっきり握れば、例えば途中まで切れても、ギュッてやればバチッてなるじゃん。だから分かるから、ブレーキやるんだよ。で、アクセル回るのかっても確認するんだよ。その3点は絶対やる。ボディとかいちいち確認しないよ。そのたんび。タイヤとハンドルとブレーキは確認、あ、ハンドルとか、アクセルとブレーキは確認するんだよ。命に関わるし。で、今日、前ね、ここで後ろパンパン蹴っ飛ばしたら、いつもと違うんだよ。いや、俺、さっき言った通り、ね、こっから、配信ね、お台場に行くまでの配信の間に、俺は100円、ダイソーに行ってるわけよ。ダイソーに。ね、ダイソーに行ってタイヤ確認してるから、ね、ダイソー行った、帰りに、タイヤ確認してるから、結局、お台場のとこに行った時に、タイヤが、あれ？と思ったんだよ。なんでこんなに空気圧低いのかなと思って。だから手で触ったんだよ。ただ、手で触ったけど、もちろん親指ちょっとへっこむぐらいなんだよ。で、右、もちろん前を確認するんじゃん。前蹴っ飛ばしてもやっぱり同じ感覚でへこむわけよ。あれ？と思ったら、前の方がやっぱりへっこむわけよ。で、確認したんだよね、傷を。蹴っ飛ばすのはなんで？説明しなかった ?9 号。話聞いてる？もう一度言うよ。蹴っ飛ばせば、タイヤを蹴っ飛ばせば、圧がさ、へこむかへこまないかわかるじゃん。九号くん。わかりません？いち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 手を起こしてさ、こんな押さなくちゃいけないの毎回。めんどくさいでしょ？だから、ね、ポンポンポンって蹴っ飛ばせば、こうタイヤ蹴っ飛ばせば、圧を感じるでしょうよ、普通は。感じなければこうやって緩い感じがするでしょ？だから蹴っ飛ばすでしょ。わかりやすいよ。しかもスタンド下ろしてるわけじゃないんだからな、スタンド上げてる状態で蹴っ飛ばすんだから分かりやすいだろ、落としているんだったらそれでタイヤ蹴っ飛ばしたって分かんないかもしんないよ、バイクのとこ分かるよね、普通にね、ないち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 さ、手では確認してられないよ。そう、張りはわかるじゃん、少し切られたぐらいじゃわかんないよ。それはさ、空気抜けてなければ。そう、空気圧チェック。いや、でも今回ほんと危なかったよ。冗談抜きで。まあ、いつもさ、タイヤとハンドルと、あ、ハンドルじゃない、グリップっていうか何、アクセルとブレーキは確認してるから、いいけど、事故は起こんないんだろうけどさ、マジ走ってたらやばかったよ。前のタイヤざっくりいってるし、前なんて一番危ないところじゃん。マジで、ハンドル切った瞬間に絶対こけるだろ、あれじゃ。パンクしてると気づいたんじゃないよ。圧が低いなと思ったんだよ。蹴っ飛ばしたら、ね、へこむから、あれ？いつもと感覚は違うな。まだ買ったばっかなんだよ、俺、バイク。な、まだ2週間とか3週間経ってないぐらいなんだよ。3週間経ってないぐらい。先月の20日とか18日とか、そんぐらい買ってんの、確か。な、まだ1ヶ月経ってないバイクなんだよ。な、タイヤも新品なわけだ。すべて新品なんだよ。な、だから空気圧なんて減るわけねえんだよ、そんなもん。溝もすげえ残ってるしよ。な、まだ1500ぐらいしか走ってない。1500キロぐらいしか走ってないの。大丈夫だよ、佐藤。だっけ、もう今日、タイヤ交換した。だって、どうせ土曜日行かなくちゃいけないもん、だいぶ。
警察も被害届出したよ。被害届出したけど、俺が、フッサでやられた時もそうだけど、フッサにも被害届の金額どれくらいお金かかったのかって、俺はアマゾンで購入して、シートとハンドルを変えてるので、それで自分で交換してるじゃん。そのアマゾンの分の自分のかかったお金ってのを出してるの。被害金額を。で、今回タイヤは、結局バイク屋持ってかなくちゃいけないから、バイク屋に見積書もらえるから、見積書を提出してなくちゃいけないんだよ。被害届けって、ね、ただ書けばいいだけじゃないからね、被害額、自分がどれくらいかかったのかってのをちゃんと請求書として、こうやって警察に出すのよ。どのバイクで、どのバイクでってことは書かれるからさ、バイクの場合は。それでタイヤにいくらかかったよって被害総額、いくらですって出さなくちゃいけないのよ。これ警察やるのよ。そうそう、アマゾン明細出る。だから俺はね、シートもそうだし、ハンドルもそうだけど、すぐ買ったの。出せないから。それ当たり前だからね、これ、物が盗まれたりとか、壊された時に、確実に、被害届出した時は、そういうものを絶対提出するから。しなかったやつは絶対被害届提出してないってことだから。100%。銀行いらっしゃい。ブレーキ押す、ブレーキ、握ったけど、ブレーキ止まったから、多分切られてないでしょ。目視しても切れてないし、ブレーキもちゃんと踏んでかかるから、問題ないと思う。捕まえるための素材し、そんなこと予告したら来ねえだろ。そんなこと予告したら来ないでしょ、正直なところ。そんなのコメント書くもんじゃないよ。まあちょっとあれだな。高尾署にも出せるんですか、面倒ですね。は ?27 号。高尾署がどこに関係あんの？え、どこに高尾署が関係あるの？教えて。うん、高尾署が関係するところ。あ、悪いけど、ちょっと頭悪いコメントやめてくんねえかな。ムカつくだけだから。いやもう本当全部点検してもらうんだったら俺は16日前に点検できない。つうかバイク乗れない。いや何ももう関係ないと思うよ俺と、きっと。いやまさか今日やられるとは思わなかった。俺結構安全な場所に止めたなと思ってるし、他の車も止まってる中ね、車にはもちろんいないよ。お台場行っちゃうんだ、海浜公園行っちゃうんだから。だから、ただ、戻ってくるじゃん、絶対に。そこで、ね、デートしたりとかしてる人間と夜景見たりとかする人間。ってことはさ、確実にそこでさ、やる行為って考えられないじゃん。人も多くはないけど、まあ、通るわけじゃん、必ず。そこでやるって考えられないもん、俺からすりゃ。この前のフッサンの時みたいにさ、人通りが全くないところならさ、わからないじゃん。お構いらっしゃい。あ、まずね、14号で、これ車もバイクもそうなんだけど、タイヤは保険が 100% 効かない。なんでかって、あのね、まず、おし、あの、タイヤ、車、バイクに関しては、原付もそうだけど、消耗品に関しては絶対に保険が効かないようになってるの。で、原付の保険っていうのがそもそもね、ほとんどないよ。
俺今探してるけど、原付の車両保険やら何やらとかなくて、単車が若干あったりとかして、で、車あるじゃん。なので、で、タイヤは絶対 100% どこもそうだけど、消耗品に関しては保険がない。これはいたずらされても何でも。榎本？でも榎本がいるって言ったら来ねえんじゃね？誰かがいるって分かれば来ないでしょ。今回、正味、ちょっと正確な時間は忘れたけど、警察に、正味、でも大体30分ぐらい。約30分ぐらい。俺が離れてたのは。前回が十何分。フッサンの時が十何分。16分だか8分かでしょ。で、今回が30分。単車とかあるんだよ、タカ。ゲンチャリはね、ほぼねえよ。今探してるけど。犯人は榎本。榎本俺に金くれてんのに。たぬきさん15。榎本が犯人はないでしょ。俺ね、榎本さんからもらってんだから。ちなみにこの中身は何かっていうと、榎本さんからね、祝儀袋もらいましたけど、はい。これだから。はい。榎本シールですから。はい。すいませんけどね。榎本シールを。なので、はい。もらいました。ああ、いいだろう。これバイクに貼るかな？これ。俺のバイクに貼るか？そうすらなくなるか？いや、榎本右翼だよ。榎本さん右翼だよ。配信やってんじゃん、ふわっちで。ふわっちで配信やってるよ。ヘルメットやだよ。ヘルメットだってあれだもん。なんだっけ、なんだっけ。キティララじゃなくてなんかアニメのやつだ。968万円いらっしゃい。薬欲で貼っとけ。そうそう、スヌーピーのヘルメットだ。エルトンステッカー貼れば大丈夫よ、バイクで。それあれだろ、お前。NHK の出勤は来ねえだけだろ。いや、その中に色あせするいいじゃん。色あせまた味が出ていい。日曜日は似合うバイクじゃない。後役、今年。今年後役だね。参ったね。いや、もう、正直ね、俺さ、ね、今までいろいろやりすぎて、配信でさ、いろんなことやってきたやん。いろんなことやってきた。もちろんね、皆さんに恨みを買ったりとか怒りを買ってることもあると思うよ。でもここまでやられると思ってないわけよ。俺は。まあ、バイクだけじゃないんだけど、しかも今までいろいろやられてきてんだよ、俺は。鍵穴に、まあ、実害、本当の実害が出たのは鍵穴にアロンアルファ。まあ、3回かな。3回前の家でやられてんだけど、鍵穴にアロンアルファ3回やられたりとか、家庭菜園ね、ボロボロにされて、全部食べ物やられ、ね、ミニトマトとか、キュウリとか、ナスとか、いろいろなもんやられたりとか、あとは窓ガラス、1、2、3、4、5、6枚かな？全部で6枚、割られてね、リスナーさんが結局何、何工賃いらないからって言って、ガラス代だけで1枚5000円でやってくれて、工賃ね、かけないでリスナーさんガラス屋さん行ってさ、でやってくれたりとかしたけど、まあ、ガラス割られたりとか、家に侵入されてパソコンとかね、テレビとか全部やられたね、バッチバチにやられたんだけど、なんかそういうことが今までありすぎて、洗濯物切られたりとか、まあいろいろありすぎて、まあ、正直もう麻痺してんだろうね、俺の中で。バイクやられたところで。もちろんショックだよ。頭来るよ。でも、それがすごく、じゃあめちゃくちゃ怒るかっていうことでもないんだよね、俺の中で。慣れちゃってんだよ。正直。
もちろん頭くるし、ショックなんだけど、うん、怒ってもしょうがないのかなと思ってんの。だって、犯人が捕まんなきゃ意味ないでしょ。怒ったところで。だって、そんな奴にダメなものはダメだ、犯罪だって言ったって聞かねえもん。卑怯な奴だったらやらないでしょ。俺も犯罪してたからわかるけど。じゃあ、俺も犯罪してたからわかるけど、ダメなもんをね、ダメだって言うのは、そんなの分かってる話だから。捕まんねえと思ってるからやるんでしょ。配信者芸能人気取りで調子乗ってるからやられるんじゃない？え、だったら俺やりに、やりに来いよ、47号。俺をやりに来いよ。そんなバイクなんかちょこちょこちょこちょやってないで、俺のことぶっ刺しちゃいいじゃん。ナイフだかな思ってんでしょ、刃物。俺やりに来いよ。やる勇気もねえんだろ、バカ。何調子こいてるって。え、だったらてめえ配信やってみろよ。人気者になってみろよ。なれねえから、何、妬みか？やってみろよ、バカ野郎。調子こいてんのはてめえだろ、バカ。なあ。配信で人を集めてんのは俺だ。この唯だら破天荒放送室では。調子こいて何が悪い？だったらてめえがやってみろよ。